にちは。2023年夏、横浜のおっさんがアフリカツイン DCT で九州ツーリングした時に撮影した HDD に溜め込んだ膨大な積み動画データを少しずつ吐き出し消化していく個人的微暴録動画です。アフリカツインで九州ツーリングへ行かれる方のご参考になれば幸いです。それじゃそろそろ行きますか。はあ、ここまで来た。南部最南端、佐多岬。まだ8キロあるんだけどね。野営場っていうのもあるんだ。キャンプ場も結構あるね。キャンプ場、ホテル。でもあれだね、台風6号が来てたからね、だいぶ木が倒れてるわ。一応あれなんだろうね、道路の方にはこう倒れたやつはもう多分撤去してきれいにしたんだろうね。もうそこら辺に結構あるもん。あるもん、結構木の倒れた残骸がこのかしこにあるんだよな。ああ、今1966、もう2000キロ近くだよ。家出てから走ってきたけど、まあ全くノントラブルだよ。さすがだよアフリカツインちゃん。タイヤも全然ね、まあパンクとかしてもらうと困るんだけど。そういうこともなく無事に来ましたね。事故もなく、いやー感慨深い。なんだろうね、おお垂れ下がってる。もうじゃあこっちか、もうじゃあ先ですか。ああ、潮の香りが、ああ。南国特有のスコールってやつか。雨がだんだん強くなってきた。Oh no、雨が。もうちょいで着くはずなんだけどな。雨か、すごい降ってきた。あー、さあ、あともうちょっとなんだけど、あと1キロぐらいか。早く着けー。展望所、これでももうちょい先か。あれ、もうちょい先。もうちょあれ違うよな、展望台だよな、あくまでも。まだ先だよな。いやー、もう雨がひどい。ぬか喜びやめさせて、やめてくれ。あ、ここだ。しかし雨がすごいことになってきた。よっと、よし、よいしょ。いや、バザぶり。土砂崩れの通行止めだってさ。ああ、なるほどね。このトンネル、これいけないんだ。本来だったらここから通れるはずなんだね。なるほどね。いけないんだ。さっきのあの南のね、駐車場のところから曽田岬が見えるみたいなとこ書いてあるね。残念だね。はあ、それでちょっと休憩。何はともあれ休憩だな。あ、ちょっと雨やんできた。あれが曽田岬。あそこからあれだね、洞窟とずーっと、まあ、あそこまで行けたんだ。まあとはいえ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンお願いします。スーパーサンクス、投げ銭をお願いします。ご意見、ご感想をお願いします。次回作にご期待ください。